少将は元親と共に羽柴軍を破った。だがさすがの元親も秀吉の物量に逆らえず傘下に入る。秀吉は四国に続き九州、奥州、関東を制圧、ついに天下統一を成し遂げる。やがて秀吉が死ぬと天下は再び乱れ出す。実力者徳川家康と秀吉の威信石田三成が対立。両者の争いは天下を東西に分けた決戦に発展しつつあった。三成は家康率いる東軍の戦力を削るべく東軍に属した大名の身内を人質として幽閉。人質の中にはガラシャの姿もあった。小少将はガラシャを救うべく幽閉された屋敷に向かう。なぜそんな危険を冒すのか小少将にはすでに分かっていた。情愛の将ガラシャ救出戦。ジョーちゃんはここに閉じ込められたみたいだぜ。私に関わった人は結局不幸に落ちたわ。あなたもわらわちゃんも。でももう失いたくないのよ、大切な人を。だから不幸を笑い飛ばしてみせるわ、わらわちゃんみたいに。いいね、さすが俺が惚れた女だ。まだそんなこと言ってるの、バカね。助けてくれないの？今のあんたなら一人で大丈夫だろ。ええ、必ず助けてみせるわ。欲しいものがあるの。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。毎度ありが、毎度あり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 がとうございます。毎度ありが、毎度あり、毎度ありがとうございます。毎度ありがとう、毎度ありがとうございます。
ございました。これが魔性か。わらのちゃんと合流しなきゃ。かかったのじゃ。ザ・バイラン。あたしに関わるかな。こうになるのよ。この地を脱することができれば、ファラオにも希望が見出せようか。急げ。あれなる派手なオナゴは…いいわ。あ、何者だ。捕らえて大阪城に押し込めよ。うむ、重要な時は。そうじゃ、試しにムンムンしてみるのじゃ。みんな急げ。北の方で美女が暴れているぞ。妖艶な魅力に惑わされてはならん。かかれ。顔が赤いのよ。ぼーっと見せて。お兄さん、こちらにいらして。見せてあげる。あ、ね、
囲うのだ。西軍の精鋭がことごとく、そうなることでもはや容赦せぬ。
くわけなのだよ。その前から十割さんと博打にもなる手を貸していると。そっか、
バカだ。そのまま突っ込むがいい。今だ。脱走者どもを引っ捕らえろ。ジョーちゃんが無事でよかったな。師匠、来てくれると信じておったのじゃ。わらわちゃん、抱きしめてやれよ。今のあんたなら大丈夫だ。師匠、師匠。みんないなくなってしまった。でも、わらわには師匠がいる。師匠、みんなの分まで精一杯生きようぞ。大丈夫よ、私の大切な人。